フェルディナント・ボーナフェントラ・フィルスト・キンスキー・フォンブ・ヒニッツ・ウンとテッターは、オーストリア・ハンガリー帝国、ボヘミアの上級貴族・キンスキー・フォンブ・ヒニッツ・ウンと、テッター公爵家の第7代当主。全名は、フェルディナント・ボーナフェントラ、クリスティアン・ヨーゼフ・ヒエロ・ニムスルドルフ・ラファエル。キンスキー・コールドルフとその妻の、コロレード・マンスフェルト・伯爵夫人・ビル・ヘルミーネの間の、長男として生まれ、 わずか2歳で、キンスキー公爵家の家督を継ぎ、1855年から、亡くなるまで保全の上主であった。名騎手として知られ、オーストリア皇后、エリーザベトの乗馬仲間の一人だった。1904年にラクバチェコにより死去した。1856年4月5日に、ウィーンにおいて、リヒテンシュタイン家の高女マリーと結婚し、間に7人の子女を設けた。ありがとうございます。